こが海沿いで。なるほどね。あ、昔ながらの堀ですもんね。すごいな。なるほど。ここ沿いで憩いの場になるわけですね。風もあるちょうどいい。で、この前行っとった福島のあのあるまじきおしゃれなお店に入ったりしとったのはもうこの向こう側ぐらいなのか。へえ。もうちょい動くか。いや、この建物かこれか。あれ？どれやだっけ。 NTT があって、堂島、あとは堂島多分この川を向かい川ぐらいですもん。 あそこだあれだ、そうだ、 ABC があって朝日放送のところの、あ、そうだ、堂島リバーフォーラム、ここだ。だからちょうどその辺りの前までは来たんですね。まあ、これ渡ったらまあいろいろとありますし。南の筋に出てバスで淀屋橋の方に向かってみます。なんかこうやってみます。で、早めに淀屋橋に着いたら間違いなく一回行ったろうっていう。そんな時間はねえのか。秩序で時間取るそこはないか。いや、となく秩序で一回降りて、秩序で余白ってのはいいのか。とんかつカレーが見えそう。すごい工事やね。あれ、建物がいっぱいだし、こっちは何かとんねん。こっち深く整理するわ。まあ、公共事業かなんかな。なんか何作るって書いてないな。東京かな。あ、そうですね。何か特定の会社なんかビルを建てるとかそういうのではなく、なんか一体開発みたいなやつなんでしょうね。相当大規模ですね。中之島はそっか、地下鉄とかとの乗り換えはそんなに、福島まで歩かないといけないわけでもね、ちょっと距離があるんだよな、確かに。あの、堂島ボークのところからでもちょっとありましたもんね。そう、ちょっとそっちにもう行って休んでるような時間はないから、淀屋橋には向かっていかないとかというね。そう、こっちはこっちで、あの、淀屋橋から見える堀の筋ですね。面白い工程ですね。
ね、さすが大阪って感じですよね。今日は、どっかで聞き覚えがあるな。シャトーズベストコーヒー。あ、あれだ、下関だ。あったよね。下関、そうだよな。これだったよな。いろいろ言ってんな、そう考えると。うん、そう。どっか来てる？そこか。どっか取り越しこっち？まあ、そんなもんだな。エラーコーヒーカーとかいいじゃん。ああ、そうやね。このままずっと行ったらいいんか。なるほどな。多分。あ、消防署なんか。そっか、こういう街中だと消防署のスペースも取るの大変だもんな。では YMCA やるよな。あ、これがさっき見えとった緊張のやつか。うらっ、いやー、とりあえず表かな。表から行こう。